つまりな、開幕から。さあ、今回は、フロローさんとね、コラボ動画の、まあ、豪華3本立ての、まあ、ラスト。まあ、というわけで、まあ、メインの、ガノンミラーを、まあ、やっていこうと思います。まあね、まあ、これ第3回目ということで、まあ、1回2回はね、サブキャラ対決ということでね、まあ、開けてるので、よければね、見てもらえたら嬉しいなと思います。さあ、これね、連続で、俺3本撮ってるんだけど、もうね、もう喉が死ぬわ。でもね、今日撮らんとね、元気にね、実況できない気がする。もうね、今日はもうこのテンションでもう3本撮りたいっていう、そういうのがあるけど、いや、怖っ。まあ、ガノンミラーということでね、もうめっちゃ喋ると思うけど、頑張ります。さあ、怖いなぁ。さあ、レッキやっていく。さあ、復旧阻止していきたい。捕まれて、反角を当てていく。さあ、空母上がりで見せていきますか。さあ、道連れ、拉致を狙っていく。まあ、拉致の方にね、拉致を狙うのは、まあもうそれはもう、挑戦というね、言葉なんで、あ今のね、回避しちゃうと戻れないんで、まあもうあれは罪ということですね。さあ、今のは横ビアラルのなんか、ガノンに可能性を感じるわ。さあ、下げを出すが。さあ、空母当たんない。さあ、デッキ来るか。さあ、俺が反転デッキをしていく。反転デッキね、使えるとね、すごく実用性があると思います。さあ、デッキが当たんないか。さあ、空母。ああ、空前か。まあ、後から見るとね、わかることもありますからね。さあ、空母、ジャストミートされるか、どうしよったー。拉致の多すぎるわ。さあ、2戦目やっていきましょう。まあ、相変わらず、メインなんでガノンミラーということで。さあ、間合い完了。若干するようになったけど。まあね、ミラーはもうね、いろんな立ち回りをね、試していかないと、勝てないわね。もうずっと同じ立ち回りやと、本当に上手い人は変わられちゃう。フローソンとかもね、やっぱ、そういうね、なんだろう、癖をね、呼んでくるので。さあ、今のはね、なんだ、ハンクなんか？さあ、めっちゃ横火をね、やってくるか。まあ、拉致だけではなく、横火のね、まあ、神でもあるので。さあ、横火をめっちゃ、あかんあかんあかん。俺もね、この癖を読んでやってきた。あー、拉致られていく。さあ、さあ、ここで、まあ、ノリが悪い、フリをするんですね。はい。フリって大事。今更かって感じあるけど、さっきのプレイング、マジで、最低やな。最低すぎるやろ。さあ、下投げ。まあ、しっかりね、まあ、外側に、まあ、ベクヘンなんかな。して、まあ、まあね、あれコンボを回避すると。さあ、しっかり受け身取っていって、まあね、ジャンプが重なってしまって、まあ、ガノンの、まあ、ジャンプ消費なしジャンプが、まあ、重なっちゃって、まあ、うまくメットを決めれなかったけど、まあ、あれもね、まあ、狙う価値はありだと思いますからね。さあ、まあまあ、ここの思い喜びは怖すぎ。さあ、事故っていく。さあ、結構ガノンミラーはね、展開が早すぎてね、もう、追いつかんねえ。さあ、地味にやられていく。さあ、受け身取って、福さん、レッキ当てね。助けてしまうというね。まあ、黄金コンボだったんですけど、助けちゃうっていう。悲しいね。さあ、復調し。さあ、しっかり打っていく。さすがにこれは無理か。さあ、4戦目やってみましょう。さあ、まあね、まあ、そろそろ、なかなか、面白い店がね、来ると思うんですけど、来るんかな全然覚えてねえ。なんか、リプレイを見て、あ、これ動画にしようかなとか、いう感じに考えるんだけど、なんか、覚えてないよ、もう。もう疲れたわ、今日。さあ、ジャスカして、反転ウエスも露骨に狙っていくが、さあ、空上、痛い、痛い、痛い、さあ、半角の空下で、バースト。あんだけね、ボコボコにやられても、まあ、結果技のね、上火をね、まあ、抱かれると、まあ、しっかりね、決めれるというね、まあ、さすがガノンという。さすがおじさんか。さあ、DA。さあ、BGM かっこいいね。うっすらと聞こえるこの BGM がやっぱりね、その場大好き。さあ、レッキが届かない。スターバック知らないね。しっかり内側にね、スティックを倒しておくとね、まあ、ああいう場面も知らないということでね。まあまあまあ、知らなかった人は、まあやってよくと思います。やっぱりね、なんだろう、攻撃が当たった時に、スティックの倒す方向で、うお倒す方向で、まあ、吹っ飛びの角度変わるんで、まあ内側に基本ね、倒しとこうがいいと思います。地味に知らない方もね、いると思うんで。まあ、まあ、いるかな。さあ、今の割れたらよかったね。今回、ひさすまのホールドがなかなか広いな。さあ、ジャックでやばいぞ、これは。さあ、しっかり受け身取るが逆だ。逆でした。さあ、やっていきましょう。あ、もうこれもうループやん、ループ。さあ、組める組める。さあ、外側に行くな。何やもん、ライブとかあったんかな、わからんけど。さあ、デッキ。さあ、ひさす、あ、上様怖い。さあ、ひさすまを、まあ、同時になっていくと。
さあ、空でガキエのジャンパーカニを買っていくと。さあ、当たらないか。うわぁ、横スマはね、バーチコリアぐらいだ。さあ、怖いな。空があったら横強。いいね。さあ、崖を狩る DA。しっかり今狩りてますね。さあ、レッキーを後ろ回避になっていくと。まあ、持続強いね、ほんまに。やべえ、死んでもうた。あー、復帰阻止行き過ぎてね。まあでもね、まあ行き過ぎることは悪くない。やっぱりガノンは、まあ恐れを、まあ、感じず、何言うとやろ。まあもうね、もう度胸大事。復帰阻止ね、もう行けば行くほどこいつは強いから、もうどんどん行っちゃっていいと思う。はい。まあこれが、復帰阻止を極めた。おお、なんじゃ今の。ウエスマをしゃがみで避けていく男。素晴らしいと今の。ウエスマってしゃがみで避けるか。さあ、ペコッとしていく。さあ、ああ、ウエスマ。やべえやべえやべえ。その魔人剣は優秀すぎるぞ。ボーさあ、DA、しっかり読まれていくね。ああ、止まっちゃったけど。すまんすまん。一回ぐらい許してくれ。一回ぐらい許してくれともいいでしょう。さあ、DA、ああ、ジャック。あの、昔のね、投稿を痩せてた理由はさっきの止まるやつが頻繁にあっただけだけど、最近もね、ちょっと来るんだけど、まあまあ大丈夫なレベル。でもね、おとつりが来てると思うから、パパッともう、この試合終わってくれ。終わったー。はい、さあ、ラストの試合でございます。さあ、やっていきましょう。さあ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 、謎のランニングマンだが、ランニングマンではない。ランニングおじさんだが、さあ、横 B、ジャック。あの、ガンのね、煉獄、ミラーは、受け身取らないのがね、正解なんですよ。まあ、なぜかと言いますと、受け身を取っちゃうと、その場受け身で弱が確定するんですね。で、後ろもまあまあ確定はしないけど、まああるけど、やっぱりね、受け身を取らずに、まあそのまま立ち上がるとか、普通に後ろに行くとかが、割と良かったです。上級者、上級者ぶりたい俺みたいなやつは取るけど、正直取らん方がいいっていう、そういうのあるから。やべえやべえ。やばいぞこれ。さあ、ワワワワ。なんだこの受け身祭りは。さあ、怖い怖い怖い。やばいやばい。怖いな。まあ、受け身を取れればね、ガノンミラー、崖は怖くないですからね。さあ、二段ジャンプで車を当てていく。さあ、おー、当てれない。さあ、やばいぞこれは。さあ、空港でめくっていく。どうするどうぞ。やべえ、危ねえ。クソ危ねえやんけ。わー、そっちじゃなかったか。あーミスっていく。反転ミスっちゃったね。さあ、というわけで今回はね、もう不動産とのコラボ動画は今回はこの試合で、この試合で以上です。まあテンション高いっていうか、もう滑舌がうんこなんだけど、まあ改めまして不動産ね、コラボありがとうございました。またね、よろしくお願いします。これからもね、生放送とか見に行くんで、よければね、概要欄に不動産のチャンネルのリンク貼ってありますので、まあね、不動産の、まあ、アーカイブとか、まあ、動画とか、まあ、覗きに行ってもらえれば僕は嬉しいです。まあ、不動産ね、めちゃくちゃ、めっちゃ面白いんで、おすすめします。あーもうね、3本試合20何本ぐらいを、20本ぐらいか、俺連続で撮ったから、クソだるい。いや、楽しかった。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。